いやー、綺麗ですね。太陽が出ております。下の方は雲かな、それともけやらしかな。多分雲だと思いますけどね。というわけでね、私やってまいりましたのはこの根室本線釧路までのね、最ハイライトポイントともいえる撮影地というか場所、古瀬と音別駅の間にやってまいりました。いやー、すごい丘陵地帯ですね。このすぐ隣にね、根室本線、そしてまた太平洋が広がっております。向こうの方にも山が見えますね。ずーっと行くと襟裳岬の方面にね、繋がっていくものと思われます。まあ、先ほどあの山々をね越えてきたということになりますね。いやー、あとね 3,40 分すると283系の特急、大空ですね、こちらやってまいりますので、ちょっと撮影をしていこうかなと思います。ではここからはね、歩いて撮影地まで向かっていこうと思いますよ。かっこいい。154ですね。もうそろそろ撮影地に着くかなと思います。これは良かったなというふうに感じましたのでね、カメラを取り出して一番後ろ、かなり望遠で撮影をしてみました。いやー、ちょっと無理があったかな。さあ、というわけで到着いたしました。ここが古瀬と音別の撮影地になります。こういうね S 字カーブでキハ 2%7 2%3 か撮ることができます。いやー、そう楽しみですね。これはずーっと海岸線を線路が続いています。いやー、冒頭部分ね、結構晴れてたんですが、ちょっと雲が出てきてしまいましたね。しかしこの朝日がこの海岸砂浜に映って大変美しい。向こうの方はちょっと晴れてる感じですが、まあどうかな。にしても長い浜辺ですよね。おや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 、雲がこちらに流れてきてしまいました。さあ、そして後ろから先ほど撮りましたキハ54の普通列車がやってまいります。これの後にね、特急が来るんですが、まあ、ちょっと雲がいや、まだちょっと薄晴れって感じならまだ救い目はあるんですけどね。列車図工の方にずっと進んでいきますが、図工って何？向こうの方ですね。いや、ちょっとこれは厳しいかもしれませんね。にしてもこの S 字カーブ1両の炭鉱列車でしたら結構、可愛らしい感じですよね。というわけで写真はこんな感じです。この後ね、ここにキハ 2%3 ですか、やってまいりますので、その練習というような感じでございます。さあ、そして時間になりまして、列車がやってくる時間になりましたが、もう残念ですね、完全に曇ってしまいました。あれ、列車来ませんな。もうそろそろ来ると思うんですが、あ、来ましたね。いやー、ライトもフル点灯でやってくるんですが、なんとも天気が非常に残念。今から S 字カーブをこちら側にやってまいります。いや、非常にかっこよく映りましたけどね。いや、もう太陽が雲の中に隠れてしまいました。これが非常につらい。列車は札幌を目指してこの太平洋沿いを進んでいきます。いやー、朝のあの天気はどこに行ってしまったんでしょうね。本当にこんなんばかりですわ。最後まで曇っちゃうか。いやいや、ダメでしたね。この堤防に登るとこういう感じでね、ハイアングルでも撮ることができます。いや、向こうの山の方が非常に綺麗ですよ。かっこいいな。いや、いいっすね。というわけでちょっとこの山を取っておきました。いや、この日高山脈、なかなかかっこいい山々ですね。というわけでね、283系特急大空撮影をしましたが、いや、無事というかいつも通りというか、雲にかかって破れてしまいましたね。いやー、本当に悲しいな。ちょっとこれはリベンジしたいですね。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。